くさんいただきました TDK の裏ジャックテープの超心理学コーナーの特選、あれのね、まずね、 A 面の最初によく使うこのコーナーで使う女の人のキャーっていう声を入れてある、わざと入れてあるんですよ、弾みをつけるためで、ずっと A 面 B 面進んでいて、最後にね、じゃあ皆さんお経を聞きながらお別れしますって言うと、お経をずっと聞かせていってフェードアウトしていくんですけど、そのお経が完全に終わって3秒後に女の人の声が入ってるっちゅうんですよね。でね、聞いてみたんですよ、うちもストックがあるから。そしたらね、入ってるんですよ。ただしボリュームをいっぱいにマキシマムにして聞かないとね、わかりません。普通の、音量で聞くと全然わかんないから、それをね、まだ聞いたことない人、テープが当たんなかった人のために、ちょっと今からね、ちょっと聞くの嫌でしょうけど、聞いても、ただね、テープから直接聞いてもかすかにしか聞こえないから、それをまた今度ね、今ウレダクのテープからまた別のテープにダビングして、しかもラジオの電波に乗せて聞かせますんで、ひょっとして聞き取りにくいかもしれません。だからヘッドホン持ってる人はヘッドホンで聞くか、あるいはラジカセで聞いてる人はちょっとラジオを耳に近づけて、私も今スタジオに行ってひょっとして聞こえないかもしれませんけど、はい、聞こえない、まあちょっと2回ぐらい流してみましょうか、はい、まずちょっとその女の人の声流してみますんで、ちょっとどうぞ。これがこのお経が終わってから3秒後ぐらいです。よく聞いてください。もうすぐです。聞こえました？俺今聞こえました。これ本当ね、俺今ね涙が出てきそうなんですよね。これね、テープ持ってる人は分かりますけど、もちろんこっちは入れてないんですよね。で、最初の A 面の最初に入ってる女の人の声と同じだって言われるかもしれませんけどね、あれね、最後は伸びてるんですよ。キャーになってるんですよね。最初の声は違うんです。で、同じその女の人のね声が入ってるオセレザンっていうレコードの中のレコード聞いたら、そんな声は入ってないんですよ、うん、ついにみんなが泣いてしまいました。もう一回出せますか？もう一回出せる？聞いてなかったこれ。俺も嫌、これ聞くの。この後出ますから。今の分かりましたかね？1回目の方が分かりやすかったかな。これはね、それでね、テープによってね、多分今の声はね、うちのストックにも入ってたから、多分送られてきた皆さんのテープに入ってると思うんです。あ、でも改めて聞くと嫌なんですよね。俺ね、絶対聞かないんですよ、自分のやつは。無関係じゃないのに。そう。専用庫の時。これ、栗原ディレクター何本ぐらい配ったんですかね。このテープ。1000本ぐらいね、このテープはね、皆さんにね、配ったんですよ。うん、だから、友達から聞かせてもらった人もいると思うんですけどね。あんまり冗談で聞かない方がいいと思うんですね、これね、冗談半分で、うん、なんとか、まあ消せるんだったら消した方がいいと思うんですけど、でもね、これ聞いた時はもう冗談じゃなくてゾクッとしましたね。絶対嘘だと思ってね、よく栗原ディレクター脅かしてるためにやるから、じゃあ違うんだもん。だから俺も言ったんですよ、また栗原さん仕掛ける仕掛けるとか言ってね。そしたらやってないっちゅうんですよ、これは。だって俺声の声質は初めて聞いたもん。私もで、自分のが入ってるんじゃないかなと思って。そう、ミナの声かなと思って。違うでしょ。で、かすもっとね、やらせだったらね、分かりやすいように、サービスで分かりやすいに聞かせると思うんですよね、うん、いや、もうやかすかよ。お願いだから払う、この声も
で、なんかテープによってね、僕のところに送られてきたブラジャックのテープは、沢田さんの声が変な風に入ってますとか、全然違う男の声が入ってるとかっていうのが来てるんですよ。俺もう嫌ですよ、俺。俺はっきり言って嫌ですからね。そんな送ってこないのにしていただきたいというふうに思ってますけども。シャリにもなってませんか、以上。あ、例のその、女の人が歩いてくるという、最後のね、水コレの家元さん、T シャツ差し上げますんで、一つ、来週からも、聴診関係のおはがき、お待ちしておりますよ。Acoustic response. High MOL. High output. Normal position. Type 1. SPAR mechanism. Normal tape 中最大の磁気エネルギーを持つ強い音。超ハイスピード。選別音。TDK カセットテープ New ARX. Designed for digital sources. TDK パシ大手。この番組はオーディオテープとビデオテープの TDK がお送りしました。ワンワンワン、僕はカウボーイ、牧場一の投げ輪の名人だ。えい、こら、またやっちゃった。元気な子供に軽くっておいしい、ドハト投げ輪。筋書きのないドラマ、朝日新聞社主催の全国高校野球選手権大会は今阪神甲子園球場で若き球児たちが息詰まる熱戦を繰り広げています。対戦の模様は朝日新聞の紙面と熱球ダイヤル 093-541-5592 をご利用ください。ローソンの87年夏祭り、今ローソンで対象商品を500円以上お買い上げいただくと抽選で平和台スーパーフェスタ87にご招待。花火が夜空を彩る9月14日の平和台球場で白井貴子スターダストレビュー、小広井薫に会おう。詳しくはお近くのローソンで。ヤングに話題騒然、ニューヨークからデジタルサウンドボーリング、202号バイパス原に音と光と映像の東洋スポーツパレス。8月13日から16日はオールナイト。It's fantastic!